はいよ。はい、今日は久しぶりに、琵琶湖に来ています。そろそろローライトなんで、あれです、トップで出るんじゃないかと、出たらいいなと思います。よし、投げちゃう投げちゃう、ね、久しぶりに琵琶湖に来たんで、まあ、こんな感じでそのゴムボートで釣りをするわけなんですけども、でも藻が見えないんだよね。そうなんですよ、普段だとおかしいな。この辺はね、もう水面に藻が出ててもおかしくないところだったんですよ。で、まあ、爆心さんのスピナーベイト投げるんですけど、で、まあ、水面には見えないけど、そこの方は藻はあるんで、で、結構それに絡めてね、いい感じでは引いてるんです。なんかおかしいですね、釣れませんね。どれがいいですかね。これ投げてみましょうかね。水深も合うかもしれない、これ。で、まあ、一応キャサリン投げるんですけど、これもね、結構いい感じの藻に絡んで、で、藻から外すのが結構うまくいく、そういうのが得意なクランクなんで、なんかもういけそうだと思ったんだけど、なんか全然ね、この日はハードルワーに反応が悪い。で、まあ、これ以外もいろんなもん投げてるんですけどね、一応ね、際でトップとかで出ないかなとやってはいるんですけど、ここにシネルアーワークスさんのスーパーチナイ、結構ね、僕好きなルアーなんですけどね。で、キビキビ動かしても、なんか丁寧に動かしてもすごくいい。で、もう結局もうハードルは諦めた。で、そこに、そこはどうなってんだろうなと思ってテキサス投げてます。上から水、ね、藻が何にも見えないんで、で、そこどうなってんの？結局ズル引きに切り替えて丁寧に、なんかでもね、そこの方には、うん、引っかかるもん、もんかな、なんか茎的な、本来ならひしもが出てくるエリアなんですよ、ここ。なんかすごい、なんか何にもなくて残念な感じ。そこにはちょこちょこあるぞっていう。まだ早かったのかな。まあ、とりあえず出した場所がもう完全失敗って感じでしたね。なんか食いましたね。かなりドラグ締めてるんですけどね。ナイスジャンプ。うんって言い過ぎですね。うんって。ゴジアプデだ。なんで君はトップで出ないのよ。まあ、いるんだったら出てくれよって言ってすごいんですけどね。まあまあ、レンジが全く違うし、まあ、そういうのに出る日じゃないんでしょうけどね。よいしょ。テキサス食うのか、君は。まあ、50ちょっとぐらいかな。でかいから、とりあえず手入れたくなりますね。テキサス50って。とりあえずはちょっとざっくりは測ってみるんですけどね。ざっくり測ったら何センチかと思ったんだけど、ちょっとざっくりばかりね。ちょっと待てよ。やっぱり50、53、54ぐらいかな。ここがゼロなんで、ざっくり測って56ぐらいですね。口開きを開きで56ぐらいだと思うんですよ。実際ね、ちゃんと丁寧に測ったら53、54じゃないかなって、そんな感じのサイズ感。まあ、釣れたしよかったなっていう。で、ハードルアーに本当に反応が悪くって、
でトップとかはもう完全にその水面近くまで藻が来てないし、これダメだこりゃって感じだったんですけど、で使ったワームがバークレーのパワーホッグなんですけど、これ10年前にリグってボックスの中に入ってたやつなんで、でそのねワーム自体もパワーホッグが一回そのモデルチェンジしてちょっと脆い素材に変わるんですよ。でその前のプリッとした初期型のパワーホッグなんで、でうん、まあ未だにそんな使ってるよっていういうのがバレるっていうことですよね。まあそういう感じで、まあ魚は釣れました。はい、頑張りました。で次はもうぜひともねトップでだったり巻物だったりそんなので釣ってみたいので、いい日を狙っていきたいと思います。ということで、はい、次回またお会いしましょう。